エンマ様、はい、どこに行かれてたんですか。川屋。川屋、はい、ま、トイレですね。レストルームでございますが、これから長いオーディションが始まりますので、用は先に済ませておかないとと思いまして。あ、こちらが今日のオーディションの命の書です。おお、あんた命の書をそんな乱暴に扱っちゃいけませんよ。ここにはね、大切な命の情報が書かれてあるんですからね。すいません。はい。あ、あんた見慣れない顔だね、新人。はい、今日からコウノトリとして働くことになりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますよ。でね、なんかわかんないことがあったらね、聞いてくださいね。じゃあ一ついいですか。え、もうか。え、じゃあやめます。いやいや、やめなくていいよ。今のうちにとっとと聞いちゃって。あの、このオーディションっていうのは、死んだ人が新しく生まれ変わるためのオーディションなんですよね。そっから説明しなきゃいけないの。いや、それはわかるんですけど、このオーディションを受けることができるのはどういう人たちなんですか。それはね、前世に強い未練を残した者たちなんだよ。そういう者はね、天国にも地獄にも行けずに永遠とカオスゾーンをさまようことになるんだよ。で、200年に一度神様に選ばれた者たちだけに生まれ変われるチャンスが与えられるんだよ。神様はどうやってお選びになるんですか。神のみぞ知るって言葉知ってる。私たちはね、与えられた仕事をすればいいの。私が司会進行役で、まあ、あんたがそのアシスタントね。あの、もう一ついいですか。さっきそこでオーディションメンバーを見たんですけど、みんな女の子なんですね。あー、あれはね、女の子じゃないんだよ。人は死ぬと魂になるでしょ。そうするとね、みんなああいう風になるんだよ。へー。へー、ってかさ、まあ、経費節減すんのもいいけど、もうちょっとマシなコウノトリをつけてほしかった。そんなこと言わないでくださいよ。頑張ります。あ、そう。じゃあお願いしますよ。じゃあそろそろ始めましょうかね。オーディションを受けるメンバー呼んできてください。わかりました。オーディションメンバー入りなさい。いいよ、この命を与えます。それではただいまよりリボーン、生まれ変わるための命のオーディションを始める。レシピを暇かけた大事なボストンとく、誰かは
理を与えてくれます。エントリーナンバー2、イギリスの劇作家シェイクスピア。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。エントリーナンバー3、世界三大美女の一人クレオパトラ。国を支配するのは男、その男を支配するのは私。エントリーナンバー4、同じく世界三大美女の一人ヨウキンヒ。世界一の美女は一人だけ、それは私よ。エントリーナンバー5、同じく世界三大美女の一人小野小町。花の色は移り抜けりない、さすがに我が身世に振る眺めてしまに。エントリーナンバー6、モンゴル帝国を作ったチンギスカン。モンゴルの峠をかける青教官、またの名をテムジン。エントリーナンバー7、帝国時代の英雄織田信長。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。エントリーナンバー8、織田信長を本能寺で撃った明智光秀。敵は本能寺にあり。エントリーナンバー9、オーストリアの作曲家モーツァルト。夢を見るから人生は輝く。エントリーナンバー10、イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチ。充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、充実した一生は幸せの死をもたらしてくれる。エントリーナンバー11、チャームポイントは笑顔、ベベ。頑張ります。11人いるのか。うん、確かにいる。 あの命の数はいくつだったでしょうか。命の数は10個です。ってことは一人だけ落ちるってこと。まあそういうことですね。オーディションに落ちたものはどうなるんですか。オーディションに落ちたものは消えてなくなります。消えてなくなる。はい、オーディションに受かったものは新しい命を得、もう一度人間として生まれ変わることができますが、オーディションに落ちたものは再びカオスゾーンに戻ることもできずに、その魂は消えてなくなります。まあオールオアナッシングってことですね。そんな、いやそれが嫌なら降りたっていいんですよ。そんなこと言ったってカオスゾーンにも戻りたくねえしな。だよね。あとはまだいいさます。モーツァルトなんて死んでまだ100年かそこらざましょ。この私なんてもう2000年くらいそこにいるんざますよ。2000年クレオパトラさんには及びませんけど、私たちだって1000年だわねえ。小野小町さん、何ですか。陽気さん聞いてなさいよ。みんなすごいね。誰か一人降りてくれりゃ全員合格できんのによ。チンギスカン、その傲慢な物言いはギア王にも劣るぞ。シェイクスピアの言う通りやわ。そんな無茶言ったらかん。誰も降りてる人見ておらんで。そうだよ、織田信長、お主が降りればいいであろう。なんやと、明智光秀こそ生まれ変わる価値はないわ。喧嘩はやめてください。ダヴィンチちゃん、もっと大きい声出さないと聞こえないよ。ちょっと待って、何かがおかしい。ジャンヌダルク、何がおかしい。明らかに一人だけこの中に場違いな奴がいる。場違いな奴、誰だろうね。お前だよ。え、私。へーじゃない。なんだチャームポイントは笑顔って。だってそうなんだもん。お前名は何と申す。ベベ。ベベ、誰かこの中にベベという偉人を聞いたことがある者はいるか。ベベベベベベベ。シェイクスピアさんはお詳しいんじゃなくて。確かにわしは様々な偉人を知ってるつもりじゃが、ベベなんてのは聞いたことがない。エンマ様、ここに集いし人々は皆それぞれ歴史に名を刻んだ英雄、もしくは偉人たちだ。だがこいつからはそんなオラ微塵も感じられない。ひどいこと言うよね。各国この者を失格としていただきたい。そうやそうや。いやいや、ちょっと待ちなさい。ここにいるメンバーは皆神様が選ばれた者たちなんですよ。ではこの者がどういう人物か教えてください。いや、近頃はね、個人情報ってね、むやみに明かしちゃいけないんです。ちょっとよろしいかしら。あら、なんでございましょう。じゃあ神様にお願いをして命を一個増やしていただけませんこと。なるほど、そうすれば全員合格できますものね。何の話ですか。だから聞いてくださいよ。神様ならそんなの超簡単ですわ。超簡単ですわってバカなことを言ってるんじゃない。命とは厳しい戦いで勝ち得る黄金のメダルなのだ。
生きとし生けるものはその命の尊さ、ありがたさをよく分からなければいけない。オーディションフォーライフ、それが生きるためのオーディションなのだ。